カリン・カプシネットは、イリノイ州シカゴ出身の女優。ケネディ大統領暗殺事件の翌週に、ウェストハリウッドの自宅で変死しているのが発見された。彼女は本名を、ロベルタリン・カプシネットと言い,い、NFL のフィラデルフィア・イーグルスで、クォーターバックを務めたこともあり、スポーツライターをしているアーブ・カプシネットの娘として、生まれた。幼少の頃は友人に、クッキーと呼ばれた。 13歳の時に女優としてデビュー、その後パインマナーカレッジやニューヨークにあるアクターズスタジオで学んだ。1961年にジェリー・ルイスによってザ・レディース・マンにキャスティングされた。1962年夏にラグナビーチのシアターで行われた奇跡の人ではアニー・サリバンを演じた。ドナ・リードのテレビ番組ザ・ドンナ、リードショーなどにゲスト出演した他ミセス。 ジーゴーズ2カレッジにレッに、ギュラー出演している。最後の出演は、ペリー・メイソンのテレビシリーズのザ・ケース・オブ・ザ・ケイブリング・カメラというエピソードでこれは、彼女の死後2ヶ月が経った1964年1月16日に放送された。1962年にアンドリュー・プラインと付き合った。この頃彼女は、ダイエット薬など多くの薬に頼っており万引きをして、 逮捕されたこともあった。プラインとの関係は1963年7月に、彼女が人工妊娠中絶した頃から冷えたものとなり、プラインは別の女性と付き合うようになった。彼女はプラインとそのガールフレンドを追い回すようになり、彼女とプラインが載った雑誌の切り抜きを入れた、脅迫状を送った。高校時代から体重を気にしていた彼女は、ダイエット役や、 処方箋医薬品を常用していた。死の前日彼女はビバリーヒルズにあるマーク・ゴダード夫妻の自宅で共に夕食をとった。当初午後6時30分から行われるはずだった夕食会は彼女の乗ったタクシーが遅れたため1時間遅れて開始された。ゴダードの夫人がロサンゼルス軍の警察官に語った内容によると彼女の唇は麻痺しているかのようで声がおかしなものと なっており頭を妙な角度に傾けていたという。また夫妻によると宿道が見られたという。この食事中に彼女は泣き出したりその日の朝自宅の玄関前に赤ん坊が捨てられていたなどといった取り留めもないことを語った。午後8時30分に彼女が帰宅するためのタクシーが到着し彼女はコダード夫妻に電話することを約束し帰宅した。 彼女がまっすぐに家に帰ったことは明らかになっており、フリーライターのエドワード・スティーブン・ルビンの訪問を受けており、さらに二人は俳優のロバート・ハザウェイも午後9時30分頃に到着した。彼らはコーヒーを飲みながらテレビを見ていたが彼女が眠気を催して隣の部屋に行ったため残った二人はテレビのボリュームを小さめにした。午後11時15分頃に二人は 彼女の家を退出しハザウェイの隣に住んでいるアンドリュー・プラインの家に行き午前3時頃までテレビを見て過ごした。コダード夫妻は彼女からの電話がなかったため心配し11月30日に彼女の家を訪れたところソファの上で裸で死んでいるのを発見し夫妻は彼女の死因が薬物の過剰摂取であると思った。警察が彼女の自宅を調べたところ、デッソキシン。 ミルタウンなど多くの薬物が見つかった。また両親や自身、ボーイフレンドとの関係について書き綴ったノートも見つかった。検視官であるハロルド・ボイドは彼女の喉にある舌骨が折れていることを発見、彼女の死は殺人であると判断された。最初に彼女の死とケネディ大統領暗殺事件を関連づけて考えたのはペン・ジョーンズ・ジュニアで1967年のことだった。 彼は11月22日、大統領暗殺のおよそ20分前に、ロサンゼルスの北およそ50マイルのクスナードから、大統領が暗殺される危険について電話したのが、彼女であったと主張した。彼は、彼女が、父親から大統領を暗殺する計画があることを、聞かされていたと主張。彼女は口封じ及び父親のアーブカプシネットにも、彼の知っていることを黙っているように警告したのだと。 主張した。これに対して、アーブ・カプシネットは、彼や娘が大統領暗殺を事前に知っていたことはないと否定している。また、俳優のアール・ホリマンや、彼女と共に11月22日にパームスプリングスを訪れたアンドリュー・プラインらもこの説を否定している。ジェームズ・エル・ロイは1990年代にロサンゼルス軍の警察を訪れ彼女の死について調べ、 彼女の所持品の中にストリップダンスをしていたと見られるものがあったことを明かし、椅子の上で踊っていた後、倒れた際に絶骨を折ったのではないか。また、薬物の過剰服用については、事故ないし意図的なものであったと推測し、クライムウェイブという辞書の中で著述している。また、検視官が午前2時に酒に酔って、 彼女の検視に到着したことを挙げて泥酔しており、判断を誤ったのではないかとも推測している。この主張に対しても、彼女の家族は反対し、殺人事件であったと主張している。オリバー・ストーンによる映画、JFK に対して、彼女の父親であるアーブ・カプシネットは、陰謀論との見方をしていることに反対を表明した。また NBC のトゥレイで、 JFK の暗殺後に亡くなった人物として、娘の名前が取り上げられたことに対して、シカゴサンタイムズ市場で怒りのコメントを書いている。2007年に、彼女の名とウォッシュバーン大学の教授によって、彼女の死についての書籍が出版された。ありがとうございます。